さあ本日は、KC ファースト突破&今月のデュエルキングデッキご紹介していきましょう。あの、ね、最近ね、深淵ビート流行ってるんですよね。海洋深淵ビート、これ私も使ってみたんですよ。めっちゃ強いですね。めっちゃ強い。そんなに難しくないし、そして回し方が、あのね、俺あの頭悪いから回し方が難しいデッキ使いこなせないんですけど、これねそこそこね、あの簡単なんで回せますね。で強い勝った、KC ファーストは、これで突破したし、今月のデュエルキングもなんかあの適当にやってたら、なったんで強いです、非常に。で、ギミックは、深淵を出して殴る以上です。簡単でしょ。OCG では絶対にできないムーブで、これやっぱりね、重装兵を深淵に巻き込めるのがやっぱね強いわ。これリンクス特有の強さになると思うんだけど、深淵に潜むものがねフリーチェーンで、墓地の効果発動できないよっていう効果発動できるんですけども、水属性モンスターの、効果の発動のために重装兵が墓地を送られると、表側のカード割れるんで、だから、墓地メタしながら表を割れるっていう、これがやっぱりめっちゃ強いですね。で、聖眼とか聖騎士には刺さりますし、この狙撃兵とかで、セットカードも割ったりとかするんで、で、あとはまあ、この深淵とかスパイダーシャークを出すためのギミックなんだけど、まあ、やっぱり一番初動の、ディーバーが3積みで、マーメイドも一応1枚、これまあ、入れすぎるとね、あんまりまあ、マーメイドシャーク自体は、サイレントアグラ持ってきて、一応44でエクシーズできるんだけど、スキル使って、あんまり効果が弱いので、この2枚使って出すエクシーズモンスターは。なんで、まあまあまあ、1枚くらいで、まあ、要はディーバーの4枚目みたいなイメージですね。で、狙撃兵とか、まあ、重装兵は召喚兵増えるんで、回復の、だからまあ3積みでいいかなと思ってて、で、狙撃兵と、突撃兵は、狙撃兵って戦闘ダメージ与えると、デッキから火曜を出してくれるんですよ。で、こいつデッキから出てくると打点800アップしてるんですね、狙撃兵がいるんで。だからね、結構ねアタッカーとしてすごい優秀なんで、これは1枚1枚積んでますと。で、サンダードラゴンがちょっと苦手なんですよ、このデッキメインギミックだけだと。レビオニアめっちゃ辛いんで。なんで、レビオニアとか、闇属性のモンスターですね。をメタれるように、暗闇を吸い込むマジックミラーと、ネクロバレーを入れている感じですね。で、これはまあ、他にも、デスペラードとか、あと、それから、BF とか、もメタれるんで、光属性は、聖騎士と、なんだっけ、聖眼は、深淵でなんとかなるんですよ。こいつ出しとけばなんとかなるんですよ。聖眼とか特にそう。なんで、別に、先行水がマジックミラーはいらないんですけども、暗闇はね、あった方がいいかなと思って入れてました。まあ、これは別になくてもいいんですけどね。ネクロバレーは、マジでレビオニア出させたくないから、ガン積みするとちょっと被ると弱いかなと思って、2枚入れていますと。で、あとは、まあ、裏返せる、先行制圧モンスターを裏返せる月のショット、先行のトラップカードとかをメタれる、禁じられた清掃を入れていると。で、あとはもう最強カードですね。はい。これはもう問答無用、荷積み確定。という感じのデッキになっております。使ってみてください。結構簡単だし、普通に強いんで。KC 目玉になると思うわ。多分な。はい。では、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、環境調査隊発進だ。バランス、正義士かな？重装兵を召喚。サイレントアグラでいいか。ネクロバレーやるからな。どうせ前破壊するんだよな、バランスって。まあこれ多分聖騎士だと思うんですけども、サイレントアングラーを特殊召喚。そして狙撃兵出す必要ねえな。これ狙撃兵ってアタッカーなんですよね、このデッキ。結構な確率で。なんでこうして深淵ちゃんを出していく。深淵を信じるぞ俺は。全力で深淵を信じる。これで最強の墓地メタ2枚炭治郎。墓地のカードは発動できないという効果、そして相手の墓地のカードは除外できないという盤面。ただし伏せはなし。まあしょうがないね。聖騎士デッキだとインガー切断とかサンダーブレイクとかカナディアとかね、そういうのがあると思うんで、まあ、それはもう全然無理だな。天命の聖剣を手札に握られてるとちょっとめんどくさいんで、こうしていきましょう。なに、まあでもしょうがないね。これあ、でも打たれてからでもよかったかな。まあでもここはしょうがないっすかね。で、重装兵で、天命の聖剣割って、これこうするしかないのよ。だってね、相手の前割れないんだから。天命の聖剣割って、でネクロバレーの、あ、なんかそこも分かんな、なんだ
魔法なんかあんな。これあれだね、重装兵の効果にチェーンされて速攻魔法打たれてたら多分結構やばかったね。それが一番やばいから重装兵行こう。速攻魔法かな、なんだろうな、清掃とかそっち系かな。スキル押しだったら多分打ってると思うんだよね。ではスキル発動をして、多分ね聖騎士側はねこれね重装兵の効果にチェーンして速攻魔法打った方がいいね。相手ちょっと一応プレイング指導しとくと深淵に潜むのダッシュいく。さあ深淵、深淵ビートラー最強だぜ。伏せ魔光ってっからこれこのままぶん殴りにいってんじゃないですかね。こうしてさあどうする、サンダーブレイク、サンダーブレイクもちょっと早い気がするけどな。どっちは、あまあ一応これそれはまあ効果発動だけしといて殴ればいいか。弱っ、ちょっとプレイングが甘いですね。 KC カップファーストステージあたりはセカンドステージはこうはいきませんよ多分ね。さあカイトさん、カイトさん嫌なんだよな。まあ一応妨害構えられるんでね、そこはまあいいところなんですけど、重装重装はちょっと強そうよな。まあ多分ですけどフォトだと思うんですよね。もう20枚なんで、でスキル何も言わないじゃないですか。バランスだったらね聖騎士とかまあ豪騎とかいろいろあるんですけども、何も言わないんでさすがにフォトだと思うんですけど、まあ重装兵あるんで一応ギャラクシーアイズはなんとかなると思う。あれギャラクシーアイズ出てくる前に潰せばいいんですよ基本的に多分ね。なんで多分なんとかなるとは思うんだが、さあどうする。結構月の書環境だから意外と多分今ってまあ持ってない人もいると思うんですけど、月の書だったら月の書関係だと思うんで意外とねクラッシャーか、なるほど月の書関係だと思うから、この月の書をギャラクシーはちょっとやっぱあのかわしづらいじゃないですか。清掃とか一応あればいいけど、ちょっとねめんどくさいですよね。あの先行で場面あの作っても月の書されるので、なんかその破滅が腐るっていう、まあ、そのギャラクシーはもう全然無理、ギャラクシーはもうほんと全然無理。はい、オッケー。で相手カード1伏せ、はい、どうせあれでしょ破滅でしょ、それどうせ破滅でしょ、破滅なんですよこんなの。ギャラクシーサイキャロが破滅なんですよこんなものは。もうもう無視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 、あんな伏せは無視、破滅が打てると思うねこの環境で。さあ1伏せでちょっと悩んでいますか。さあ一体どうするんでしょうか。まだ展開できたらやばいけどね普通に。あー伏せにはオッケーオッケーオッケー、破滅破滅で、ね、さあ光りますか。何も光りま何も光りませんね、何一つ光りませんね。サイレントアングラー特殊召喚していこうか。サイレントアングラー特殊召喚してバトルフェイズ入っていく。さあイエッ、ちょっとライフポイント、あれなんか反応ある、やばい、分断か、なんだギャーそれは打っとかよかったか。いや そんなの入ってんのフォトンに。いや1ミリもあさあシナジーないよね。なんならモンスターいなくなんないけどね。なんでそんな入ってんだよ、ふざけんなよ。これなんだ、それは波紋かよ、なんだこいつ、ふざけんな、マジでマジでふざけんな、クソうぜえじゃねえかよ。いやーでも動けんじゃない相手も、いやーやばい。まあでも効果さはまあそこそこというか、セットエンド、いやこれガチでやべえわ、それはねマジでやばい。波紋2枚とかふざけんなよ。アンコンリザード、まあリザードはいいわ、リザードはしょうがない、リザードはいいわ。で何持ってくんでしょうか、これ2体並んだら効果さな、ボトムスラッシュ OK、 ボトムスラッシュ OK、 何の反応もねえな、怖いだろ、何の反応もないんで。いやうぜえ、2100ビート、2100ビートマジでうざい、モンスター来てくれ、あーよい、助けてくれ、助けてみんな、波紋踏んでしまった、もう終わりだ、俺の人生はもう終わった、うわー撃つしかねえ、いけ狡猾な落とし合う、モンスターやめてくれ頼む。
頼むモンスターやめてくれ、もうやめてくれ、助けてくれ、お母さん、おばあちゃん、おじいちゃん、ディーバ召喚、ディーバ効果、ディーバ効果で、まあさすがに重装兵か、思ってやっといた方がいいな、さすがに重装兵特殊か、よし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 、あぶら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 あぶれ、深淵に潜んでいけ、よし、OK、深淵に潜んでいけ、でこれでバトルフェーズ入ろう、ゴー、 OK、 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 で、出てきたモンスターは表割ればいいから、2100打点はそんな方に抜けないから、ギャラクシーは事故れ、事故ってるっしょバカが、波紋のウェブフォースなんて積んでるから事故ってんだよ、モンスター入れとけ、レバトルでプレー、マジで KC ファーストはね、環境定まってなくてほんと修羅。さあお相手の方ユーマくんよろしくお願いします、ディフェンス3倍、いやーめっちゃネクロバレー来る、ネクロバレーめっちゃ来るんだよな、ちょっとねネクロバレーのね枚数は要検討だね、非常に要検討といったところ、こっちだね、狙撃兵しかいないんでスパイダーシャックかな、フリーチェーンでね一応その表破壊できるときは別にいいと思うんですけど、深淵を全力で信じればね、ただちょっと狙撃兵しかないときは若干ちょっとあれだよねきついかなっていったところ、そのドロドロ、いやーしる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 、くもつーくもつー、スパイダーシャークの効果、墓地からマジでどっちもいいな、マジでどっちもいい、マジでどっちもいいけど、こうしてしる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 、やめてくれ、無理だー、くもつ打ちすぎだろこいつ、ふざけんなよ、どんだけ蜘蛛入ってんだよ、なんだよ蜘蛛2連発って、番長番長、いや本当にね、魔法カード、そのモンスターを処理できる魔法カード強いですね、今でも先行制圧モンスターが増えてきたんですよ、なんで蜘蛛とかあとシールガガガタックとかいうやべえカードパーチしてきてるの、なんだっけ深淵とかハンマーシュートとか地割れとか多分結構強いんですけど、ガガガタック、エクシーズしろよ